しずるさんが1個の楽屋でまあちょっと気が多い女性学園みたいな感じでう,ん、うん、うちらと、まあ、エレクテルさん同じ楽園ロヒットラも変なんか変変わってるなやっぱ、うん、そんな狭い部屋じゃないな救急じゃん。4人入っても別にあとスタッフも何人か入れるぐらいの和室でさ靴脱いで上がるようなとこやったけどうん、うん、も炭でさうん、うん、あのこうお,お化粧をする大きめの鏡がボンボンって2個あんねんけど。うんうん 1> 1 一個で二人してたわ。<え>何をそんなもん支え合って生きてるわ。<laughs> いつももうほんま影一個やもんな。<laughs> 歩いてるとき。 ギューギューになって、なんか寄り添って二人でさ、<laughs> うん、エレキテルさんのコントってさ、やっぱ衣装とか、うんうん、あの、お化粧こだわってはってすごいええやん。うんうん、すごい。見た目楽しい、うんうん、面白いやんか。で、まあ化粧も多分時間かからはるから、やってさ、うん、もう、何をそんな姉さん狭いとこで言う、その広い、うち使ってくださいうん、うん、でうちらがいいケースしてるみたいな。<laughs> いや、全然いい広いとこ使ってください。うんうん、あ、全然いいのいいのとか言って、言うて、もうほんま、 この影になって2人で化粧してるのだけど、パーって中野さんこっち見てあんたら仲ええねえって言われた。誰が言うてんねん。誰が言うてんねんな言うてん <laughs> ほんまに変な人らですよ。うん、うん。いやだからもうね。多分すごい楽。楽しかったね。久しぶりに、うん、そうですね。うん